皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、またまたズッキーニを使っためちゃくちゃ美味しいレシピ完成しました。電子レンジとオーブントースターを使ってね、手軽にパッと作れるんでめちゃくちゃおすすめ。コクがあってまろやかなズッキーニの味噌マヨチーズ焼き、もうね、止まらんぐらい美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。そして今回はこのズッキーニの食感を楽しむためにちょこっとしたコツがあるんでね、そのコツを紹介しながら作りましたんで、ぜひ最後まで見てください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。ズッキーニ1本、ベーコン1パック、チーズ適量、合い味付けはマヨネーズ大さじ3杯、お味噌大さじ2杯、おろしにんにく少々。材料は以上です。はい、まずはズッキーニを電子レンジで加熱して火を通していきます。はい、ラップでぐるぐるっとね、包み込んでください。この状態で600ワットで2分間加熱します。今回はね、食感も楽しみたいので2分で OK。 はい、電子レンジは便利です。はい、600ワットで2分レンチン。はい、ズッキーニレンチンしてる間に今回の美味しい味噌マヨネーズ作りましょう。はい、おろしニンニクね、適当に入れていただいて、お味噌もこのマヨネーズに加える。はい、これしっかり混ぜ合わせてなじましといてください。たったこれだけです。この味噌マヨネーズがマジでうまいね。はい、しっかり混ぜてお味噌とマヨネーズをなじませる。はい、お次はベーコン。こちらね、適当な長さにも切っといてください。はい、よっと。はい、こちらズッキーニちゃん、これラップの方をね、取り除いてください。はい、ラップ取っちゃいます。このチンしたてめちゃくちゃ熱いんで気をつけてくださいね。はい、そしたらズッキーニもう適当に切り分けてください。今回乱切りにしときましょうか。まあ輪切りでも問題ありません。見てこれ、めちゃくちゃ熱い。今回ね、2分ぐらいチンしてるんで、このズッキーニのシャキッとしたね、食感も残しつつ、この後トースターで焼いていくんでね、もうトロトロがいい方は5分ぐらいチンしていただいても構いません。ゆっと。はい、切り分けたズッキーニとベーコン、ボウルに入れていただいて、先ほど合わしといたこの味噌マヨネーズ、はい、すべて加えてください。よいしょ。はい、これね、表面に絡めるように混ぜ合わせます。このズッキーニとベーコンの表面に絡めちゃう。こんな感じ、もうサササッとで OK です。はい、よー、こんな感じね。グラタンのお皿や、まあ、アルミホイルでね、型を作っていただいて、ズッキーニとベーコンを入れてください。そしたら表面にチーズをたっぷりかける。もうこれはお好みで OK です。結構いっぱいかけといた方がね、コクも出て美味しい。いやー、とりあえずチーズ乗っけて焼いといたら大体うまいんでね。そしてこの味噌マヨネーズとの相性抜群なんで、たっぷり広げて乗しちゃってください。もちろんスライスチーズなんかをね、上にかぶせる感じでも OK です。あー、 OK。 はい、これで OK よ。この状態でオーブントースターで5分から8分、表面のチーズが香ばしく焼けるまでね、様子を見て焼いてください。もうズッキーニとかには火が通ってるんでね、香ばしく焼けたら OK。 まああれば表面にパン粉なんか振りかけておくとね、サクサクっとした感じも出ておすすめです。今回はこのままいきましょう。はい、トースターにセットよいしょ。じゃあ香ばしく焼けたら OK なんでね、様子を見ながら焼いちゃってください。あゆー、焼けたよ、見て、めちゃくちゃうまそう。あつ、おれい、あかん、熱くて出されへん。ほら、香ばしく焼けたら OK よ。はい、表面のチーズがね、こんがり香ばしく焼けたら完成。ズッキーニの味噌マヨチーズ焼き、マジでうまいっす。はい、あとはお好みですけどね、もうこれで食べても美味しいんですが、はい、ブラックペッパーとかちょこっとね、振りかけとくと刺激も加わって最高。それでは、キューム、いただきます。うん、うまい、熱っ。ほんとズッキーニも電子レンジでね、さっと加熱することでシャキシャキの食感が残ってて、めちゃくちゃ心地よい食感。なんといっても味噌マヨチーズ焼きね、まろやかでコクがあって、うまみも強い。ほんとこれね、おかずにもなるし、おつまみなんかにもおすすめで、ほんと電子レンジとトースターを使ったらね、ささっと作れるんで、むちゃくちゃお手軽。うん、
うまいわ。いや、ほんのり香るこの味噌の風味がマジでやばい。止まらんやつ。マハギ。